私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。先輩たちがそれぞれの立場でキング&プリンスに一歩くったエール。東山紀之、中丸雄一、風間俊介、小山慶一郎らのコメントから見えてくるもの。激震が走った11月4日深夜。大きなうねりを前に、今なお受け止められずにいるファンがほとんどではないだろうか。何もできずにいることをもどかしく思ったり、彼らのために何ができるだろうと考えるファンも多いだろう。彼らが本気で取り組んできたように、ファンだって夢中になって応援してきたのだ。そんなファンに、同じジャニーズ事務所で活動する先輩たちの言葉は愛と説得力を持って届いたはずだ。今後もしかしたら、真偽不明な情報や配慮に欠ける情報を目にするかもしれない。また想像や憶測による投稿を目にすると、どうにか保っていた気持ちが揺らいだり、複雑な感情にさせられる。しかし、これまで彼らが見せてくれた景色、彼らが伝えてくれた言葉、ファンが受け取ったメッセージ、彼らとファンが共有した時間は嘘でも幻でもない。素直に目の前の仕事に向き合って努力を続けてきた彼らが見せてくれた景色、一つ一つを感じて胸に刻みながら重ねてきた奇跡は大切に守りたい。デビュー発表時に初代リーダーの岸優太が邁進一筋と目標を掲げていた。メンバーそれぞれが努力を重ね、時には悩みながら過ごしてきた道。20代半ばという若さで大きな決断と覚悟を決めた彼らをまっすぐに応援したい。11月4日23時半頃、ファンクラブサイトを通してキング&プリンスコーオープ平野紫耀、岸優太、神宮寺優太の脱退、及びジャニーズ事務所退所が伝えられた。翌5日の新聞各社の報道を皮切りに各局の情報番組でも大きく報じられ、同じジャニーズ事務所所属タレントが出演する生放送番組でも報道内容についてそれぞれがコメントを述べた。11月6日早朝に放送のサンデーリブでメインキャスターを務める東山紀之はメンバーが考えた末の結論とした上で、誰にでも人生を選択しなきゃいけない時が来ますから、彼らにとっては今だったのかな、と思いを巡らせ、自分が表現したいこと、周りに求められていること、それが乖離してくることがあって、その気持ちを埋めることが難しくなってくる時期でもある、との見解を示し、5人にエールを送った。同日7時30分から放送の週1にレギュラー出演するキャットタン中丸雄一は、5人が今回の決断に至るまでを自身の経験を踏まえ分析を交えながらコメントした。中丸は開口一番、本当に驚きましたね、と眉間にシワを寄せながら切り出し、番組での共演を挙げながら、悲しいです、と神妙な表情を浮かべる。そして今回の件について現役アイドルとして、そして過去にメンバーを見送ってきた経験を踏まえながら意見を述べた。中丸は、一先輩としてはもったいないって思うのが正直な感想、と胸中を吐露。ダンスのポテンシャルが高くてめちゃくちゃ踊れるし、歌も歌えるし喋れる。現代のアイドルに必要な要素を持っているんです、と彼らのスター性を評した。だが、彼らはそれらを分かった上での決断だと語り、ジャニーズにおけるスターの作り方について自らの経験を交えながら分析。ジャニーズ JR 時代は CD デビューが目標だったものの、デビュー以降に様々な経験を積んでいくと、各々の目標にも違いが生じてくると話す。キング&プリンスへの世代はより海外志向が強いこと、またコメントするメンバーの様子からまだ整理がついていない可能性があるとも語った。中丸は、ベースはみんな同じ気持ち、とメンバーの思いを自らもグループ活動を続けてきたからこその視点で語った。そして週明け11月7日に、ZIP! に出演した風間俊介は、第一声、寂しいですね。とこぼし、これからこの5人が月日を重ねてもっともっとすごいパフォーマンスを見せてくれると思い込んでいたのでショックです。なかなか飲み込めないんですけど、
本人たちも新しい挑戦だったり新しいことが始まることに不安な部分があると思うんですよね。ちょっと強がりだったとしても応援するって言ってあげたいと個人的には思ってます、と思いを述べた。またファンに向けて、もし強がりでも、わかった、頑張って応援する、って言ってくださるとしたら5人はすごく心強いと思うんですよね、とメッセージも添えた。同日夜にはニュースの小山慶一郎も、バラ色ダンディ、でコメント。自らの経験を交えながら、この事実が本当にファンの皆さんに向けて発信されていってしまうんだ、と当事者だけが味わう感覚や心境を明かし、5人の決断を受け止めていた。他にもジャニーズ公式の会員制ブログでは、キング&プリンスへのメンバーが揃ってブログを更新したほか、具体的な記述をせずとも彼らに向けたと思われるメッセージを発信するメンバーも。そして8日には堂本光一が混乱する現状に落ち着きをもたらすようなメッセージを送った。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。テレビやネットニュースではいろいろな人たちがコメントをしているけど先輩たちのコメントが一番しっくりくる様に思います。キンプリのことを思いやりティアラのことも考えた上でのコメント。事務所への忖度もあるのかもしれないけど、誰も傷つけないでファンのことも考えられた優しいコメントだと思いました。中丸くんと風間くんのはテレビで見ていましたが、思わず泣けてきました。寂しいし悲しいし、今回の決断は平野くんたちの本意ではないのかもしれない。でもこの決定が覆ることはないでしょう。せめて事務所が来年のその日まで、今まで通りにキンプリをメディアに出してほしい。音楽番組に出してほしいと心から思います。それがファンがこの事実を受け入れるためのに必要なことで時間だと思うのです。東山くんはじめ、先輩たちが事務所の冷遇からキンプリを守ってくれると信じています。応援したい気持ちはあるけど本人たちの喋ってる動画を見ると夢を追いたいのでやめますとかではなく絶望したからやめますとしか捉えられなかった。海外目指すという話もデビュー時にジャニーさんから言われた話プラスそのためにユニバーサルミュージックで新レーベル作ってデビューさせた。それが最後の約束になったから頑張ってたけど最近までもっと上に行けるって5人でハグして。今月発売、9月以降のインタビューで平野くんはジャニーズは全部に挑戦しなきゃいけないから大変だけどやりがいがあるって言って、たしここ1ヶ月くらいで絶望する何かが起きたんでしょうね。本人たちが未来に前向きに見えないのに応援しろは難しいですよね。生放送の音楽番組は引き続き出してください。トークはなくても構いません。パフォーマンスを目に焼き付けたいんです。本当は発売日のインダイもいつも楽しみにしていたけど、今日は難しいんだろうな。でもまだ希望は捨ててないけど、神妙に謝られるより、ごめんねから、っていつもみたいに話してほしいです。あなたはどうですか？この問題についてどう思いますか？キング、リンチェの平野紫耀いつも私にとって素晴らしいですデプス。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。